皆さんこんにちは、デチビカイージークッキングです。今日はこんなミルクを見つけたので、ピスタチオのミルクとウォールナッツ、くるみのミルクですね、見つけましたので、そのまま飲むとなんか甘そうな感じがしたので、アイスクリームを作ろうと思います。ピスタチオの方はかぼちゃと合わせます。わざと大きめの容器に入れます。後でかき混ぜるときにその方が楽なので。もう全部この中に入れてしまいます。色はこんな感じですね。ピスタチオっぽい。ピスタチオのミルクって飲んだことなかったので楽しみです。そのまんまアイスを作ってもよかったんですけど、フルーツとか野菜を加えた方が美味しいかなと思ったのと、あとちょっとちっちゃいミルクだったのですぐ食べ終わっちゃいそうだから、かさ増ししようと思って混ぜました。凍ってるかぼちゃだったのでちょっと置いておきますね。混ぜやすく溶けるまで時間を置きました。はい、次はウォールナッツ、くるみのミルクですね。これもくるみのミルクって飲んだことなかったので、もう一本買ってあって飲んだら結構甘かったんですよね。でもね、美味しかった。でもちょっと自分には甘すぎたのでアイスクリームにします。この中に大きめの容器に入れまして、そこに今回はバナナを合わせます。バナナは甘い方がいいので超売れてるやつですね。この両端に農薬がたまると聞いたので、無農薬バナナでない限りは毎回端っこ切り落としてます。こんな風に少し身の方にも黒い部分があるぐらいよく売れたバナナがお菓子作りには向いてるかなと思ってよく使います。今回は1本、あ、やっぱりちょっともうこのバナナが早く使わないとダメになりそうだったので2本使いました。はい、こちらはバナナとウォールナッツを合わせたものです。分量の割合はこんな感じ、大体でいいと思います。あ、こぼれちゃった。ハンドミキサーでかき混ぜていきます。ハンドミキサーをお持ちでない方はもちろんジューサーとかフードプロセッサーなんかでも大丈夫です。私の場合は洗い物が少ないのでハンドミキサーをいつも使うことにしています。混ぜ終わったので味見をします。一応ですね、味見の目安としては常温の時にはやや甘すぎると感じるぐらいが凍った時にちょうどいい甘さになります。バナナの方はこれでちょうどいい甘さだったのでこのまま凍らせます。このアイスをかき混ぜていきます。ちょっとかぼちゃが硬すぎたので、皆さんが同じように作る時には凍ったかぼちゃを入れてから30分ぐらい置くと混ぜやすくなるかもしれないです。
き混ぜ終わりましたので味見をしてみます。かぼちゃとピスタチオ、ちょっと甘みが足りなかったんですが、この時はこれでいいかなと思ってこのまま冷凍しました。後で一回凍ったものをかき混ぜるんですが、その時にあまりにもちょっと甘さがなかったので後からメープルシロップを足しました。冷凍庫で一晩経つとこんな感じになります。20分ぐらい室温に置いてシャクシャクっとフォークでかき混ぜます。かぼちゃの方がこんな感じで糖分が少ない分ちょっとかき混ぜづらいんですが、やっぱり 2,30 分置いてからかき混ぜました。凍らせてかき混ぜるという作業を2回繰り返すとこんな感じのアイスになります。ではかぼちゃの方からいただきます。というかいただいてます。ピスタチオが濃厚、かぼちゃに負けてません。ウォルナッツとバナナ、ウォルナッツはくるみなのでくるみとバナナですね。こっちの方がテクスチャがシャーベットみたいなサクサクした感じです。こっちはメープルシロップを加えたからちょっとトロンとした感じだけど、こっちは本当にあのウォルナッツジュースとバナナだけなのでシャーベットみたい。美味しかったです。やってみてね。はい、こちらが2種類のアイスクリームのレシピになります。植物性素材のみのビーガンアイスクリームです。お砂糖も加えないのでとってもヘルシーです。おすすめです。本日もご視聴大変ありがとうございました。また明日お会いしましょう。 Thank you for watching. See you tomorrow.